なんだこの再生ボタンみたいなの。押してみるか。お、皆さんこんばんは。今回はね、インスクリプションというゲームをやっていこうと思うんだけど、このゲームはね、okay. お、ちょっと待っていい。 OK じゃない、全然。これ日本語対応してるはずなんだよな、このゲーム。あ、英語のまま始まった。インスクリプション、お、日本語対応してる。ボタンを押してスタート。皆さんこんばんは。今回はね、インスクリプションっていうゲームやっていこうと思うんだけど、このゲームはホラー脱出カードゲームっていうジャンルらしい。新しい。それ以外の事前情報何も知らないから楽しみ、ワクワクする。やっていきましょう。なんだ、コンティニューオプションクレジット。ちょっとオプション見てみるか。あ、なにこれ、押せない。あ、持ってくのかこっちに。あ、なんだ、あ、これをここに、あー、はめ込んでオプション。なんかちょっと面白いな。もうなんか設定からこうやって凝ってるゲームっていうのはかなり面白いからね。とりあえずちょっと音量下げます。これで OK かな。よし、やっていきます。はい、コンティニューしかないけど、ニューゲームができない。え、初起動だけど。え、コンティニューでいいのか。え、初起動だけど、なんだ、なんだ、ん、なんかいるな。誰だ。新しい挑戦者か。ずいぶん久しぶりだ。え、挑戦者。このゲームの遊び方はもう忘れているであろう。え、昔は知っていた。俺が初めてだけどな、やるの。説明しておいた方が良いだろうな。え、あ、なんだ、リス、オコジョ、オオカミ、オオカミ。リスのカードを場に出すのだ。はい、場に出す。どこでもいいのか。この手前4枚のところに出せる。で、ここでリス。次は君のオコジョを場に出すのだ。なんだオコジョって。これ何、これ、あ、どういうこと。おこじょを出す。あ、どうやって出すんだ。おこじょを出す。S。あ、なるほどね。キーボードってことか。おこじょを出す。どうでもいいのか。おこじょのコストは血が一つ分だ。捧げ物が必要になる。あ、リスを捧げるってこと。なるほど。左下の数字か。これが血の量か。あ、で、ハート1個分ってことか。一回出そう。名誉の死だな。おこじょを場に出すのだ。それでどんどんと強くしていくのか、自分のカード。次、オオカミ。オオカミには捧げ物が2匹必要だ。足りない。ベルを鳴らして君のターンを終える。すると戦闘が始まる。なんか揺れてんだけど、ベルが。なんだこの世界観、めちゃめちゃ引き込まれる。押そう。君のおこじょの位置には対峙するものがない。そうだね、前になんかあるカードと戦うのかな。左下にある数字は攻撃力だ。1とあるな。あ、これ攻撃力なんだ。あ、そういうことか。これが血の数かと思ったけどね。必要な。そういうわけじゃないんだ。お、なんだ、攻撃した。お、天秤。おこじは私にダメージを打ち与えた。私はその分を天秤に追加した。え、次の方の針が振られたら君の勝ちだ。え、お、このようにな。ほう、私のターンだ。ほう、あ、コヨーテ。君のおこじは私のコヨーテの行く手にいる。あ、攻撃された。私のコヨーテは君のおこじにダメージを2与えた。ああ、そうだね、攻撃力2だもんね。あ、1に減った。さっき3だったもんね。なるほど。つまりおこじの体力は2減る。体力が0になるとその生物は死ぬ。もう一度君のターンだ。デッキから引くこともできるし、リスを1匹引くこともできる。なるほど。でもこれさ、オオカミはさ出せないわけじゃん。これ血の量は右上か。ってことはまずリス引いた方がいいよね、一旦。リスは確定で引けんのか。まあ、デッキも気になるけど一旦リス引こうか。つまらないやつだ。ゲーム実況者失格。いきなりそんなこと言うなよ。
俺リスだろ絶対に。だってオオカミとか出せないでしょ。そうだよね、リスがいるわけでしょ。だから正解だったわけじゃん結局。正しい選択をしたのにそれがつまらないって。真面目はつまらんってか、ひでえな。でオオカミを出そうか。2体の生贄、この2体のおこじょとリスを追加していこう。はい。お、なんか喋ったね今。生贄に捧げた狼は、ん？心配するな。生贄に捧げた獣はデッキから消えることはない。なるほど。確かに獣が受けた苦しみは現実に変わりない。だがすぐに再会するだろう。再会？とりあえず置こうか狼で、これで俺のターンを終えればいいんだよな。狼も出せないもんね、引けないし。よし、さあ来た。どうした？まだ説明の最中なので私はパスしよう。もう一度選択だ。デッキからランダムに引くか、それとも確実なリスを引くか。一回ランダムに引いてみるか。お、噛みつきガメ。でもこれ出せないもんな。捧げ物が足りない。そうだね、狼も出せないよね。あ、これ俺のターン終わっちゃうわ。何もできない。あ、いいのか。でもこれでダメージを3与えたので重りが3個かかる。なるほど、何もない状態だとダメージが与えられるのか。そうか、そういうことか。パス。じゃあリス引こうか。でリス出して、カミツキガメの方が強いのかな、オオカミより。そうでもないのかな。うわ、6。でもダメージは与えられないんだ。血2つ必要だわ。これでもオオカミ消す必要ないよね。これ普通にリスを召喚しても意味ないもんね。ちょっと待って、これさあ、待てよ。これ普通に出さずにパスして良さそう。お、君がこのマッチに勝っただね。普通に、ま、簡単であるのは今回だけだ。ほう、面白え。なんかこのバトル。では君の物語を思い出そう。ああそうだった。え、君は森の奥深くで迷っていた。ほう、一本道が目の前に現れる。ここに、ほう、行く。なんかマリオの世界みたいだな。森の2匹の住民が君におずおずと近づいた。選べる。こっち。毒を持つ鎖蛇だ。その毒牙に侵されれば死ぬことになる。こっちは命が尽きることのない猫だ。この哀れなや獣を捧げたとしても死ぬことはない。君の惨めなデッキに与えられるのは一つだけだ。死なない猫か毒蛇。あえての猫にしようかな。ここ絶対に鎖蛇の方が血も2個だし良さそうだけど、あえての猫にしよう。別の生き物が1匹君の一団に加わった。なるほど、これだんだん増えてくのか、自分のデッキが。面白い。てかこれか、このデッキマスみたいに止まったら増えてくのかな。森の生き物たちの中には君について行きたがる者もいるようだった。おう、お前進める。君は捨てられたバッグを見つけた。お、君は瓶の中に入った一匹のリスを見つけた。必要な時はそれを壊すのだ。ボトルリスだ。ボトルシップならぬ。そして二つ目を手に入れる。おお、怖っ。危ねえだろ。でもなかなかホラーゲームでこれ逆から落ちてくることないけどね。普通こっちから落ちてきて机にぶささるけどな。これも使いやすい道具だ。天秤におまけを足すことを許してやろう。持ち歩けるのは最大3個だ。なんかアイテムってことなのかな。まあ、とりあえず進もうか。お、戦いか。君が荒れた地を移動してると待ち伏せにあった木の枝。僕を捧げたな。僕が寝ている最中にそれが正しい手だった。分かってる。それでお前なら僕を助けてくれるかも。君のターンだ。え、僕を助けてくれるかも。あ、なんだ。今は普通に遊ぼう。なんか喋りかけてくんだけど。君からは前もって私のカードが見えるだろう。うん、見える？見よ、ルールブックだ。この印を持つカードが盤上に出てから1ターンが過ぎると強力な姿に変わる。やばくない？狼、コウモ。あ、やべえやべえやべえ。コウカミに注目しろ。すぐに成長するぞ。え？あ、待って、これあれだ。右クリックを押すと今スキップしちゃったんだ俺勝手に。ちょっと待って、俺一旦無駄にしたね今完全に。待てよ、猫、ね、おこじょ、リス、一回引こうか。今マジもったいないことしたな。
一旦まずリス出すでしょ。俺岩、俺の部分にあの岩しかないんだけど。カミツキガメ、猫、猫一回出してみようか。いやね、おこじょ出そうか一旦。さあやるぞ。いいね。でこれ W 押したらなんだ。あ、相手のやつが見えるってだけなのか。コウモリ、コオオカミ、キリカブ、うん。さあやるぞ。任せた。一回これで右クリックしてみるか。あ、違う。あれ飛ばされない。なんださっきなんで飛ばされたんだろう。まあやとりあえずやろう。やべえ、成長したな。コウモリは空を飛んでいる。空を飛んでいるため生物を、生き物を飛び越えて直接攻撃できる。マジか、強っ。危なっ。あ、いていていて、やばいやばいやばい。待って、これ引いた方がいいな、リスを。で出して、これまた言うんじゃないか、こういうの、このおこじょが。さあやるぞ。ごめん、でもちょっと俺狼出さないとやべえんだ。ごめんな、すまねえマジで。でもこれ狼倒したら、あ、でもコウモリ先倒すか。よし、でターンエンド。よし、まずいな。カミツキガメ召喚したいけど、でもまあそんな強くないんだよな、結局のところ。リス召喚、うわーむずいな。飛行、オオカミか。うわー、猫とか出しても出せないもんね、結局。無駄にしてしまったな。でもまあまあまあ結果的にいいのか。リス引いて、リスを出す。で、オオカミ、血2個なのか。一回猫出してみる。猫死なないんだっけ、なんかこれ意味、いやー、オオカミ出そうか。あんま意味ないことしてる。よし、倒した。でもこの真ん中、こっちのやつを倒すにはここ必要だったから結局いいよね。よし、でリスを出しといて、これ猫とリスでさ、で行こう。オオカミずらしたいけどな。どうだ、やばい、リスしかねえぞ俺。リス出すか。こうなった場合ってもうどうなんの。俺はターンを待つしかないのか。さては、とりあえず切り株、リス引いて終わらせる。はい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 、あ、勝ったのか。君は勝利し、今や血に染まった大地を越え前に進む。おー、なんかちょっといまいち勝利条件が分かってないけど、まあとりあえずなんとなく分かってきた。まあ成長していきますよ今後。皆さん少々お待ちを。どっちにしようかな。幼い狼だ、一旦後に狼と成長する。おとなしいスズメだ、安上がりで弱いが空を飛ぶ。いやー、さっき空飛ぶの結構強かったんだよなー。いやー、でも子狼いいな、子狼にしよう。よし、だんだん強くなってくるの。おもろいなこれ、すごい。なんだこれ。君は霧の中で奇妙な石に出くわした。なんだこれ。君は価値ある捧げ物を一つ選ぶことを強いられた。捧げればそれは永遠に失われてしまう。え、嘘でしょ。回収、猫いらないよね。でもハートを取り続けられる、血を取り続けられるってのはだいぶ強かったけど、死なない猫。いやー、でもね、子狼の方が強い気がすんな。さらばだ。あ、待って、さらばだ。なんだ、僕を選んでよ。え、どういうこと、選んでほしいのか。いや、ダメだ、お前は選べない。え、こっから選ぶの、狼。あ、なんだ、あ、2個ってこと。まあまあね、狼いっぱいあったからいいのか。あ、不気味な光景だが、猫の魂は狼の中に住むようになった。あー、そういうこと、入ってくのか。不気味、どういうこと。どっちの名前で呼べばいいの、猫か狼。お、なんだ、トーテムを見よう。飛行の印を持つ狼類のカードを表している。はあ、どういうことだ。あいつはイカれてる。お前は見たよな。そうだろ、ルールは全く気にかけない。マジで情けないよ。もうよい。僕が苦しむのは見るな。僕をそばに置いているんだ。え、こいつなんか分かってそうだな。え、とりあえずリス出そうか。ちょっとこれさ、相手のやつ見たいな。来ようってコウモリ。なんだ、どういう効果なんだ、いまいちわかんないけど、とりあえず俺はやれることやろうか。で、おこじょ出すでしょう。棒で戻ろうか。うん、とりあえずダメージを与える。来た、コヨーテ。トーテムにより、私のコヨーテが飛行の力を得た。めちゃくちゃだ。
飛ぶコヨーテ。いや強すぎる、これ負けちまいそうだな。待てよ、リスだな。これ狼出さないと意味ねえ。狼出そうか。すまねえ、コヨーテ先倒さないと。よし、いけ。よっしゃ、うわすげえ、やべえぞこれ。負けたこれ。あ、どうなった。うわ負けたんか今の。もう君は負けた。これを成長の糧としてくれれば私の死も和らぐ。立て、椅子から立て。え、はい。ドア横の樽の上にあるろうそく持ってくるのだ。え、何、急に動ける。樽横、これ、あ、待って、これか。はい、ここに持ってくるんだ。はい。え、ここってどこ。え、なんかすげえ操作しづらいんだけど、これなんか首がま、なんか90度しか回んない。さあ戻る、座れ。はい、なんですかこれは一体。ちょ、あのめちゃめちゃ動きづらい。なんだこれ、どうやって座ればいいの。あ、こうでいいのか。君に説明しよう。ほう、え、消えた。君が犯せる過ちのうち一つが消えた。え、もうだいぶ序盤じゃない、まだ。え、もう俺終わりなの。しかも2アウトで終わりなの、俺の人生って。もう一度過ちを犯せば、私は君を捧げなければいけない。戻ろうか、どこからだったか。え、やばくね、今の負けイベじゃないの。とりあえず先進もう。勝てたんかな。お、3枚になった。スズメ、鎖蛇、狼、誇り高き狼なら危険な争いを仕掛ける。あ、なんだこれ、何これ、なんかおまけついてんだけど。おまけついてるけど、スズメ欲しいな、シンプルに。何これ、うわー、火に人間は寄っていってしまう。明るいところにな。なんだ、君は小規模な生存者の集団と出会った。顔が飢餓で痩せ細っている彼らは焚き火を囲うように集まっていた。君の従える生物、生き物たちを見て、彼らは君を手招きしていた。さあこっちへ、君の生き物を火で温めるんだ、と一人が言った。え、生き物を火で温めると攻撃力が高くなる、ともう一人が言った。お、いいじゃん。君は生存者の一人が口からよだれを垂らしているのに気づいた。まずい、食われるかもしれない。攻撃力を上げるべきか、狼にしよう普通に。はい、おお、4になった。哀れな狼は焚き火で温められ攻撃力が強化された。生存者の一人が生き物に手を伸ばそうとした。おい待て、やめろ。もう一人の生存者は歯をきしませていた。食べんなよ。君は何も言わず狼を焚き火から引き離してその場を後にした。あ、よかった、食われるかと思った。よし、戦いか、勝ちてえな。待てよ、まずリスだろ、大きなもみ。なんだこれ、ちょっと待って、これ相手のやつ見ようよ。グリズリー、あー強いね。ちょっととりあえずここにリスを置いて。あー、そっか、狼ダメか、スズメも置いちゃ、あー、そっか、スズメまずだしの。でもどっちみち無理だもんな。うーわ、これちょっときついな。でもまあスズメ出しとけば風邪ひくことできないもんね。スズメ出しとけば攻撃手はしてくれるもんね、飛んでも。やべえ、グリズリー強え。 4? やべえ、これ負けちまうぞ。待てよ、リス引こうで出すで2個捧げて、よし、オオカミ。さあ、まあ死ぬよね、噛みつきガメ。やばくねこれ、てか結構ピンチじゃない。まあ一旦受けリス置いとかないとダメだもんね。あー待ってよ、貯めた方がいいのか、これ。どんだけ貯まったら負けるとかあんのかな、わかんない。ちょっと一旦受けリス置いてみる。どうなんだこれ。あー、そうなるだけか。あー、出せないもんな結局のところ。やべえなこれ、負けるかもな。負けちゃった。うわー、そっか、折り切ったらダメなんか。消えたぞもう。おう、君の指揮が来てしまったようだな。やばい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 。おい、え、何、引きずられてる。なんだ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 、
君はまだ死んでいない。ここは煉獄でもない。何その北斗の拳の真逆。煉獄だとは君は思うかもしれないかな。君がいなくなる前に一つ頼みたいことがある。君の形見になるものが欲しい。これ死んでイベントか。君だけの死のカードだ。今は地味に見えるだろう。見えるね。私と共に書き換えようではないか。これを完璧な君の遺品にしたいのだ。俺も死んだの。君の平凡な出来から引かれたカードだ。うまく活用するとしよう。ではコストを引き継がせるカードを選んでほしい。え、こっちがいいでしょう。2つの血のコストを狼から引き継ぐ。次は攻撃力と体力に使うものだ。数字の部分だろ。どっちも1なんだけど。でもカミツキガメの方が体力あるからいいんか。あーでもちょっと、あーまあいっか。そして印を引き継がせるカードを選べ。スズメしかないけど。飛行の印、スズメから引き継ぐ。はあ、君の名前聞いてなかった。あ、ここで名前入力なんだ。あ、じゃあ死んでよかったのか。僕ですか。僕はポッキー POCKY ポッキーだ。ん、入力完了。さて最後にやるべきことが一つ残っている。ポートレートだ。いやー、はい、ピース、ダブルピースしてます。今準備はいいか。うん、笑顔作らなくてもいい。あ、じゃあ真顔で。お、チェキ取られた。サイン書いて視聴者プレゼントにしまーす。これ死にイベっぽくない？もう一度行こう。新しい挑戦者か。おそらく今回は、そうだな、骨について話そう。有能なオポッサムのコストは骨2個だ。オポッサム、骨。君の生物が1匹死ねば骨を1個得る。死因は問わない。さっきなかった要素だね。じゃあとりあえずリス置いて、でお工場出して、お工場でもここに出しとかいいんだよな絶対。うん、お、生物の死により骨を1個得た。ほんとだ。骨は消費されるか、戦闘が終わるまで失われない。なるほど。まあでもどっちみち無理だね、おっぽさんは。よし、ガラガラ減った。骨2個目。これおっぽさんも出せるようになったのか。まあ、とりあえずリス引こう。もうリス絶対引かなきゃいけないわ。オポッサム出そうよ一回で、リス出しといて。あー、これふた、え、血はあんのか。あるか。二つの血で狼出した方がいいのこれ絶対。うん、こうだな。ごめんオポッサム。よし、ガラガラヘビ。まあリスかな。リス試しないとダメだもんな結局。いいね、入れ。あー、引くべきか。ウシガエル、こんなんなかったぞ。でも使えるね。よし、行こう。 OK、 倒した。リス引こう。あ、これもう勝ったんじゃないの。相手何も出してこないぞ。勝った。なるほど、骨要素。え、俺はどこにいんだ今これ。あー、君のフィギュアを忘れていた。ないね。だって私のために取ってきてくれないか。え、立つ。金庫の横にある。この要素何。金庫の横。あー、これ金庫。あ、ごめん、勝手に金庫開けようとしてる。あ、これでば。あ、どれでもいいのかな今。なんか怖いなこの動きが。どうやって座んだこれ。これ座り方分かってない。あ、来た。続けよう。なんで取りに行かせた。もう一回最初からっぽいぞ。見ようか、来ようって。邪悪なガラガラヘビだ。その巨大な牙を使った後は脆い生き物でもある。6個も必要なんだけど。ゴキブリ、殺すことのできないゴキブリだ。死ぬとって札に戻る。骨4来ようってかな。ちょっとむずいかもしんないけど、骨6は結構きつそう。ああ、いつでも立ち上がってもいいぞ。え、血流を維持するためにな。エコノミー症候群にならないためにな。じゃあ立ち上がろう一旦。私は暴君ではない。マップが開かれているならいつでも立ち上がってよい。そうしてる間、次に起こる出来事をどうすれば考えることができる。しかし私の持ち手には手を出さないでくれ。出したらどうなんだろう。外の世界何なんだろう。めっちゃ気になるな、ここどこなんだここ一体。前は続けよう。バッグ拾った。一つの岩が形勢を変えることもあるんだろう。それは血を3個差し出す鳴き声さえ我慢すればな。黒柳
一つ選んでくれ。うん、何これ真ん中も選べんのこれ。岩、黒ヤギ。黒ヤギ。3個のアイテムで手一杯の君は先に進んだ。よし、戦いか。なんかちょっとずつ分かってきた気もする。抜け出す方法がある。僕たち2人にとってはね、そのあの恐ろしい小屋のどこかにある。黙らなければ引き裂いてやるぞ。なんか抜け出す方法があると、この小屋の中に。なるほど、これをどんどんと進めていったら抜け出せる何かがあんのか。こいつはなんか知ってんな。さっきからいっぱい使ってごめんな。でも俺は勝つためにやんなきゃね。ちょっと待ってね、開いてみようか。小屋を進め、まずここに出そう。リスを、よし。で、お小屋出そう。待って、本当にいいの？え？何本当にいいのって。まあいい、終わろう。これ死ぬ？大丈夫だよな。待てよ、リス、リス出して、オオカミ、待てよ、スズメ、コヨーテで、オポッサムここに。よし、よし。あー、じゃあ、先にリスだな。よし、もうこれ倒せるもんな。オーケー、ナイス。あー、出そうか。コヨーテだ。結果が見えてきたな。負けを認めよう。よし、私の降参を受け入れてくれるか、それとも時間をかけてこの試合を終わらせるかだ。え、怪しくない？罠っぽくない？まあでも多分勝てるだろうな、このままいったら。普通にだって相手の手札はないっぽいから。じゃあ認めよう。そこをショートカットできるんだ。どれにしようかな。ビーバー。おー、俺ジャスティン好きだからな。よく働くビーバーだ。場に出されることを隣にダムを作る。え、どういうこと？隣にダムを作る。未発達のカラスだ。孵化状態でもなお巧み事をしているカラスの卵。ポッキー。おー、俺だ。俺にしようじゃ。そんな俺もらうとよくだろう。強えのかな俺。え、これ火の方が絶対いいよね。み、あ、でも右向きになんな、普通にシンプルに。きた。空腹な製造者の集団が今にも消えそうな焚き火を囲っていた。これ待って、食われる可能性もあんのかな、もしかして。君の生き物の一匹をこの焚き火で焼く。これ一緒だね。うん、これさ、食われる可能性もあったりすんのかな、もしかして。ダメ、じゃあやめよう。ポッキーを焼こう。自分を焼く。他を選んで。ダメだ、これポッキーを焼こう。おー、やった。ポッキーの攻撃力が焚き火のぬくもりによって強化された。やった。食われんなよ俺。製造者の一人が懐からナイフを取り出し、君は生き物を連れて離れた。危ねえ、よく耐えた。よし、戦いだ。さっきここで死んだんだっけ。まだ行ったっけ先に。大きなもみ切り株。さっきここで死んだのかな俺。とりあえずリス出そうか。狼出せないもんね。よし、なんだ、なんかツヤつきたな。あー、これどうしようかな。リスだな。いやー、リスだそう。骨にしようか。そっか、骨にした方が良かったのか、あれ。親玉。危ねー、ちょっと待ってよ。あー、結構でもカードするね。リスっとくか。待てよ、まずオオカミ。あ、待て、オオカミ出せないのか。オポッサム、オポッサムを3。親玉出した方が良くない？先に。こうやって無理か。で、リス出しといて。で、オオカミで、こうやって倒そうか。え、親玉知らないの？マジか。全く失望したよ。ひでえ。ちょっと結構むずくね。マジか。ちょっと待って、上手くなりたいなこれ。あ、尊敬を集める親玉だ。その決まったもののおかげで隣にいる生き物たちは大胆になる。これさっき強かった5か。恐ろしきグリズリーだ。その姿を見さえすれば力のほどは伺える。おお、逃げるのがうまいカワウソだ。自分のターン間は水中に潜る。あー、なるほどね。これちょっと待って、攻撃力、あー、でも星、あー、地産か。大胆になるって何なんだろう。さっきなんかダメージ入っても、でも知らなかったね。親玉にしようか一回。周りの力を高める能力っていうのは必要だからな。
砂漠。ダメ。アイテムは3つまでしか持てないが、すでに3つ持ってるか。どっか捨てることはできないのか。その代わりに我が友からの贈り物を受け取ってくれるか。なんだ、なんだ、誰だ。おお、ネズミだ。運搬ネズミ。用心深い運搬ネズミだ。蓄えの詰まった袋は間違いなく有益だろう。なんだ、なんか増えたりすんのかな、持ち物が。戦いか。ここ勝ちてえな。待てよ、しっかりやろう、しっかり。あいつは普段骨のことを説明することない。僕は見たんだ、過去の犠牲者がルールブックにコードを書いていたの。ルールブックにコード？ルールブックどこで読んだっけ。これだ、マイティーリープ。この印を持つカードを引く。コード、何のコードだ。氷時計、荷物運搬コード、なんかあんのかな。悪臭、こんなカードあるんだ。あり。いやー、なんかもう全部がコードっぽいけど、おー、なんか見えないなこれ。なんか血がついてんな。コード、コードってなんだ。釣り針、凍ったオポッサムの瓶、黒焼けの瓶。コードなんてわかんないな。いっぱいあんね、超あるね。まだ被ってないぞ、まだ一周してないのかこれ。めちゃめちゃある。あー、でも一周したか。コード見当たんないぞ。リスは無償で出せる。そうだな。でも一応俺の手が人間っぽくて安心したわ、指がね。とりあえずリス出すか。コヨーテ来てるしな。ポッキーは出せないもんね。あー、これお小遣い出すの間違いなのかな。最初に、最初にお小遣い出すの微妙なのかな。終わろう。いやー、待てよリス。まあお小遣い出していいんか。あ、骨集まるもんね。こうやって無理か。うわ、どうしよう、これもう死ぬんじゃないの俺。即、え、強くない？シンプルに。待てよ、狼、狼も出せないし。うわ、やば、これまずいかも。頼む、頼む。負けた、もう負けたんだけど。え、ちょ、強くない？どうやら君の運は尽きたようだ。え、これってちょっと待って、本当に勝てんのか、俺が単に下手なのか、まだ分からない。なんかこのゲームちょっとまだ分からない。何回も死んで勝っていくようなゲームのような気もする。どうなんだろう。それを知ってるのは制作者だけ。じっとしてくれ、動かなくていい。写真か。悪いが君はまだ死んでいないのだ。動かないでくれ。はい。ふむ、私のカメラはどこに置いたかな。ある。自分で差し出すのもなんかあれだけど、撮ってくれ。え、哀れだな、私が中にフィルムを残してると思ったのか。あ、撮ろうとしたのか今主人公。このカメラで何ができるか知ってるか。渡せ。知らない。うわー、取られた。片身を残そう。え、またか、また死のカードだ。コスト、あー、これちょっと待って、親玉。でもコスト、まあ2の方がいいね、圧倒的に2で出せた方がいいもんね、骨が2個で。攻撃力、体力、まあ狼だな、それは。どっちかって言ったら。印、運搬ネズミの方がいいんじゃないのかな。これ牛ガエルの効果ってなんだっけ。これ見れんだっけ。あ、見れるっぽいね。あー、やべえ、やっちゃった。まあいいか、名前聞いてなかった。いや、だからポッキーだって。もういいか、 P で、 P2 にしよう、 P2。 ポッキー2ってことで。あと一つだけやることがあるね、写真ね。うん、片身ね。はい、チーズ。急に可愛い。なんか急に可愛いんだけど。何なんだろうな一体。なぜ戻ってくんだ、写真撮ると。前に挑戦したものに私は期待しすぎていた。だが君にそんなことを伝える意味はあるのだろうか。まあ遊んでいればわかるだろう。または死ぬかだ。君の初期できた。うん、え、何これ選べんの、狼。何これ、
ああそういうことか、見れるってことか。でも毎回ちょっと違うな、なんかさっきは取りに行かせたけど今回は取りに行かせてない。ダメだ、特定の獣を選ぶことはできない。代わりに君が好む部族から決めるのだ。部族、ああこんななかったぞ。やっぱ死んで覚えろ系だなこれ。圧倒的に、なんだこれは、オオカミ、ランダムに選ばれたオオカミ類のカードだ。他のものを望むか。え、他のものを望むときはどうしたらいいの。ああ望めなかった。俺は望むことさえ許されてない。なんかちょっともうさっきと違うもんね、譜面が。なんだ、老齢の女性が多くの木の陰から姿を現した。彼女は複雑な木彫りの細工を慎重に並べ置き、そっけない身振りでそれらを呼び指した。あ、これ選べ、なんか意味ありそうだけど、これ空飛べるとかのやつか。こっちにしよう。君は木彫り師の品物を受け取った。もう片方の木彫り細工がなければ何の役に立たない品物だ。しかし彼女との出会いはこれが最後ではないと君は予感している。なるほど、何回も出会って回収していくと。今の俺銃持ってんな、この俺。また出たよこれ。あーでも最初リス出すのはもうこれ確定だよね普通に。なんだロングホーン、ロングホーン見れない。リス出して、まあ狼にしとくか、成り上がらせとくか。まあそれしかできないな。あ、これ子狼か、死ぬなよ。あ、そっちに攻撃、ナイス狼。ちょっと待って、これリス出そう。でリスここに出しといて、1個しかないもんね。ウシガエル出そうか。はい、ナイス、いいよ。動けんのか。待てよ、引こう。オオカミ、いやーでまだ死んでないもんな別に。あ、オポサム出せんじゃん、来た。やっぱ最初はイージーだね。これも勝ったでしょ。処理水とか、まあオオカミ出してもいいけど牛があると。俺これでオオカミ出しとこう。うん、これも勝ったね。うん、なんと残虐な。勝利に必要な分より多く私にダメージ与えるとは。ダメなのそれ。だが私のゲームではそのような行為に褒美が与えられる。え、正確には余剰ダメージに等しい数の歯が得られるのだ。歯、罠漁師が戦利品に興味を持つだろう。誰かにあげるってわけか、その歯を。残酷なゲームだな、なかなか。どれにしようかな。あー、またよくわかんないやつ来たな。これなんだこれ、右左のやつ。唯一わかんない。鹿、カラス、なんだこれ、スライム、ゾンビ、カマキリだ。まさかのカマキリだ。僕のお母さんが一番嫌いな虫、カマキリだ。年老いた木彫り師がまた君の前に現れた。またか、選べ。さっきの続きがいいんですけど、まだ俺さっき何したっけ。あ、やべ、覚えて、あ、これか。何が合うんだこのか、この体に。ヘビな気がするな。おお、合ってんのかなこれ。老婆は歯をあらわにして喜んでいた。一つ目のトーテムが完成したのだ。これ完成なんだ。今後リンネの印が君の出した全ての爬虫類につけられるようになる。リンネの印、リンネ転生的な話。また戦いだぜ。なんかいっぱいいるとあんね。勝ちてえな。うん、カマキリ来た。カマキリ強いんだっけな。よし、とりあえずリス出そう。で、コオオカミ出した方がいいんだよ、普通に考えて。はい。いやー、待てよ。カマキリ弱いな。シンプルに。やめよう、いった。コヨーテだよ。あ、強えな、マジで。やべ、やられちゃった。リス出してカマキリ、あー引きたかったな。ナイス、カマキリ2回いけんのか、強いねそれは。いやーもうリス引くしかないもんな、これなったら。くっそー、これやばいの、これやばくね、これ負けパターン入ったくない。ちょっと一回引いてみる。
ルールブックには絶対にコードがそこに書かれているはず。牛ガエルの印を調べていた。わあ、なんかすげえヒントくれた。ちょっと待って、牛ガエル、牛ガエル、牛ガエル、それ先やった方がいいのかな。でも今戦い中は見れないからな。牛ガエル、牛ガエルの印。あーなるほどね、牛ガエルの印ってことは、うわ覚えてないな、なんだっけ、どんな印だったっけ、牛ガエルの印。これ牛ガエルのカード引くまで無理だな。ちょっと待てよ、一旦待とう。やべ、何もできねえし、しかもやべ、これ負けちまうな。くそー、しゃあねえ。なんだか罠っぽくね、なんか自分の得た皮を売ろうとする罠漁師により君は歩みを止めた。彼の格好には何か異様な雰囲気はあるが、すぐに君の注目は彼の品物に行ってしまった。俺の皮を見てくれるか。え、俺の皮を見てくれるか。皮を一つやろう、無料だ。質がいいのがわかるだろう。これとんでもないドシモネタだったりしないよな。なんだこれ、ウサギの皮。え、ウサギの皮、もう行くのか。ちょっと待って待って、まだ行かない、まだ行かない、まだ行かない。頼むから俺の皮を見てくれ。やべえこと言ってるってこいつ。これ何、どういうこと、買えんのこれ。黄金の皮欲しいけどな。それにはもっと歯が必要。あ、4つしかないんだ。じゃあ4つで買えるやつにしようか、狼の皮。よし。どうもありがとうな。なんでと思った。皮にかなり値打ちがあると男は自信を持って言った。その皮は戦闘では役に立たなそうに見える。ほう。しかしこの道を進んだ先にいる商人なら買い取ってくれるはずだと彼はつけてくれた。なるほど、買うべきだね。じゃあ商人、まだ先なんだろうな。これでも左行った方がよくない？これ右戦いだもんね。戦いよくれる。あーでも俺、あー選べんのか、どっち行くか。結局これなんだろう、このマーク好きなんだ。行ってみようか。また強くするパターンだ。よし、焚き火やめろ。一回やってみたいな、こんだけ言ってたら。じゃあ一回やってみようか。やめろって言ってるから。生存者が話していた焚き火の力は事実だった。うん、こういう強化、お工場と一緒に逃げ出した。うん、なんでやめろって言ってんだろう。なんもなかった、特に。どっちでも行けんのか。戦いやめてこっち行ってみようか。何のマークだろうこれ。戦いじゃん結局。あ、これかい。最悪じゃん。右行った方が良かったじゃん絶対。ルールブック読んだことで分かるでしょ。うん、印を忘れたらそれをちゃんと見るんだ。そう、カードについた印をね。だからそれあれでしょ、まず牛ガエルの印をまず見つけなきゃいけないと。ちょ待てよ、お工場出して。ウサギの皮これ出せんの。あ、出すことはできんだ。いいね。そっか、さっきなんか岩みたいな感じであった、そのアイテムとして使えるのか。やーべえ、狼が来てる。牛ガエル引きてえな。狼の皮またかよ。あー、ダメだ、狼の皮だけじゃ何もできねえ。やべえ、ダブル狼だ。まずいな。あー、うーわ、これどうしよう。いやでもちょっと勝たなきゃいけないのかな。どうなんだろう。それとも俺は牛ガエルを引くことを優先した方がいいのか。勝つならリストが やんなきゃいけないけど、ね、牛ガエル引いた方が良さそうだな。いやなんか全然出てくれないんだけど、どっちも負けないし。まずいな、これ負けるな。牛ガエル急いでくれ、つえ。いや、なんでオッポッサム？牛ガエル。くそ。あー、ダメだ。負けた？うわー、牛ガエルが全然出てこねえ。引きまくったがいいな、カード。これは残念だ。まあまあ、もう死ぬことに恐怖は一切ないね、今の俺は。でもこれあれだな、なかなか難しいな。俺結構多分早めに死んでる気がすんな。もうちょっと戦える気がする。ほんのもう少しだけでいいから息継ぐ。わー、慰められてる。君の片目になるものが欲しい。はい、君の白カードださ、始めよう。ちょっと待って、コスト
いやもうこれもうポッサムじゃないと攻撃ないもんね。カマキリ、攻撃体力オオカミにしよう。自分のカードは、あ、後ろある。あー、はいはいはい、見れた。このマークか。忘れないようにつけとこう。ハネッシュ、縦、ぴょん。ね、オッケー。P3 ね。よし。覚悟はいいか。オッケー。死が待ってるぞ。はい、せーの。今日は、中指立てちゃった。中指立てチェキ。もう少し長い新入りか。多分君ならトーテムの足元よりも先に行けるかもな。こう思えるぞ。はい、オッケーです。初期的ね、オッケー。よく覚えてくるな。早めになったね。お、なんかいきなり左行こうか。これを作った覚えはない。なんだ。逃れることのできないウジ虫だ。所有者の生き物が殺された前に飛び出す親玉。なんだこれを作った覚えがないって。そんなカード魅力的じゃないか。もらっていこう。どういう効果があるんだろう。なんだ。高齢の女性が己の骨をきしませながら近づいてきた。彼女は手を静かに振らせつつ君の前に彫り物を置いた。またこれか。顔か胴体か。胴体にしよう。年老いた女性が置いた工芸品を集め、そのまま闇へ消えていった。あー、こっち行きたい。こっちはもう戦いたくない。強いからな、シンプル。よし。ルールブックを見るんだ。え、なんか顔変わってる。顔変わってるけど、なんで。なんかキモくなってるぞ。なんだそれ。まあいや、とりあえず牛ガエル。あ、これじゃん。あ、273だ。なんだ273って。金庫か。とりあえず戦おう。金庫なのか273。わかった。わかった。あー、そっちに攻撃してくんのか。リスだな。一回これの効果見てみるか。あ、こっち行こう。でも2打目いけんだな。おポスターも置いとくか。オッケー。あー、リス行こうか。よし、これも勝ったでしょ。牛ガエル、まあリス倒して、よいしょ。いいね。はい、1個ゲット。これ273さ、この部屋でなんかできんのか。よく見たらここにもカードあんの。鎖蛇リス、どういうことなんだろうこれ。273、金庫なのかな。そんな簡単な話じゃない気もするけどな。なんか飽きそうだな。開いた。カメムシ。あら、こんにちは。あの鉄の箱から一緒に来られると思ったところよ。あの P、 お子ちゃんいるの。拒まれた狼を、この狂気を終わらせないと。そりゃ放っておけ。鍵ゲットした。絶対ここの鍵でしょ。めっちゃ開けてるぞ俺は。いろいろと。いいんか、お前はいいんか。めっちゃ見てるけどこっち。なんだこれ、なんですのこれ。え、なんだこれ。なんかヒントなのか。なんだ、なんか上手い位置に合わせて。あ、1になった。なんだこれ、合ってる場所が1ってことなのか。わからねえ。2になった。4になった。4、5にすんのか。じゃあしとこう。なんだこれ。トカゲ、このカードが置かれてたの忘れてな。まあ君のデッキに加えてもいい。加えて時折だが君に追加のカードを与えてやろう。トカゲ、こっちも開けれそうじゃない、頑張れば。なんだ、一回下ろしてみる。なんかシステムわかんない。1、0になった。
1。一個ずつやっていけってことか。下降りない。一のまま。下降りない。もう行かない。動かないぞ。ここはどうにもできないか。一のままだ。まだできないのかな？二になった。やべえ、わかんなくなっちゃった。まあいい。カードだいぶ増えた。うん。カードだいぶ増えたぞ。よし、これで戦おう。なんだ。カード増やさないとどっちみち無理だった。そう信じよう。お、最高級品の革を手に入れたぞ。来た、革来た。あー、1しか持ってない。1つ目はたださ、ありがとよ。すまんな、全然歯を持ってなくて。俺の自分の歯を壊してやってもいいんだぞ。これバック行こうか。一回これが生み出すものは君の生き物を空中へと持ち上げるだろう。1ターンの間だけだが、うん、君が人だと思うのであれば私のカードを1枚それで切ることができる。え、めっちゃ強いじゃん。強力なアイテムだ。ひっくり返せば私は次のターンをスキップすることになるだろう。どれがいい。スキップの方がいいんじゃねえか。よし戦おう。これいけそうだな。ついに突破できそうだな。やっと。お、またお前か。え、友達に解放してもらったわ。実のところ僕が解放する方法をしてたけど、なんか案はある。形大丈夫これ。私と友達がいるわ。僕はあいつと友達思いたくないね。でも多分僕たちは今回ヤバい状況下にいる。喋るな俺の前で勝手に。まあいいけど、お声を出すよ。なんて見えない。僕を生かし続けてくれって書いてある。もしかして、あーなんか倒しちゃいけないのか。もしかしてそういうパターンか。そしたら物語が続かないとかそういうパターンなのかな。じゃあもう出したのめちゃめちゃ間違いだね今ね。絶対残しとくべきだった。生かし続けてくれて書いてあるな。マジか。いやーマジか。うわマジか。これ負けるぞ。でも普通にこれシンプル負けるぞ。やば。あーどうしよう。これ負けるな。でも負けていいのか。絶対負けるけど。いや待てよ。働きありにしてカメムシ出そうか。よし。死なねえ親玉マジで。ついよ。あの二人生かし続けなきゃいけないでしょ。いやごめん。これちょっと待って、絶対無理。もう絶対勝てないよこれじゃ。いやーちょっと待ってくれ。で負けちまうもんな。すまねえマジで負けちまうもん。うん、親玉まず倒そう。でもか負けるか。もうくそー、あいつ生かすの無理だな。いつなればイルカチの戦車が現れる。あいつ生かすのむず。カラスの卵、カワウソ、ヒメコンドル。え、めっちゃいいじゃん。ヒメコンドルにしよう。アイテムだな。てかさっきのさ、ワンターン伸ばすやつ使えばよくなかった俺今。もちろんいっぱいだ。しかし小さな動物が急に元やってきた。あ、またこれあれか。やった、ウンパネズミ来た。使えたのかなさっき。使うべきだったな絶対。ちょっとツヤ使おうちゃんとアイテム。あーこれ使えたのかなもしかして。あ、使えんだここで。絶対使うべきだったな。てかリスあんじゃん、よく見たら。待ってこれリス出す。これさリスも出せるってこと。あっ強っ。絶対使うべきだったじゃん今までも。そういうことか。でまず働きアリを出して。女王アリもったいないよな。まだこの働きアリを倒すのは1ダメージ与えられるわけだし。決め込んだら8か。鬼強えな。モグラ来た。ナイスタイ。待てよ。あーはい。でちょっとこれ一旦伸ばしていい？次のターンパスし、ありがとう。でこうでしょ。でリスリスで上アリ。アリの信念なら数は正義。そうだね。あー待ってよ。これ出しますね。まだ足りないもんね。ナイス。
パス。うん、ありがたく。リスだな。これ耐えるもんね。よし、ナイス。お、ポッサム来た。これいけんちゃうか。よし、あっちまで行ったら勝ちなんだな、やっぱり。なるほどな。なんだ、君は森の中で神秘的な女性が管理している小さな全焼地を見つけた。その女性こそ猟銃士が言っていた商人だ。お、でも俺いいの持ってねえわ。彼女の見た目に不安を覚えるが、その気持ちは彼女の品物で笑いだ。何持ってんだ。持っているかは見せてもらってもいい。それはまずはそのノウサギの皮からね。私が出せるのを借りよう。めっちゃ出せる。この中から交換してあげるわ。じっくり読んで。いやー、これ何がいいんだ結局。あー、でも低コストで出せるやつが結局一番いいから、モグラだな。耐えモグラ、耐えモグラ良くない？攻撃はできんけどさ。タエモグラ、山嵐。うわー、タエモグラか山嵐。うーわ、迷う。あえてスズメとか。いや、これめっちゃ迷うな。あー、スズメにしよう。本当に変わったわ、ありがとう。もっと最強の皮持ってきてえな、商人のもとへ。このマークか、商人。覚えとこう。墓地かと思った、普通に。あ、来た。選ぶのはあなたよ。選んでいいんか。これなんだっけ、強化できんだっけ。待ってよ。上割り強かったから、上割りに。待て、上割りに。あ、違う、上割りこれ死んじゃうのか。待て待て。一回戻して。戻して。危ねえ。これ上割り死んじゃうんだ。だから、捧げて、トカゲ捧げて、上割りにしようか。いけ。おー、最強の上割り来た。あり強かったもんな、さっき。あ、なんだ、なんかキャンプっぽいとこ来たよ、大きめの。ボス戦かな、ちょっとした。なんだ、冷たい霧が一体多いにつれ、君は周りの霧が近づくような感覚を受けた。遥か遠くから石を叩く甲高い金属音が聞こえた。よろめくように歩く人影が君の行く手に果たしはだかった。なんだ、いやっはー、炭鉱者だ。あいつはまた炭鉱者が弱いボスだな。ロバが書きさ、ロバが書いた。どうして彼の名前を追い出せないの。多分記憶の一部を失ったのか、一瞬のうちに。ロバが鍵、ロバが鍵。てかアイテムここで使うべきだったか。まあ一旦リストを出そう。はい。で、歩行所出してもいいよね。別に生かす必要ないよね。本当にいいの、本当にいいよ。これってなんだっけ、効果。これの効果、まあとか使うか。1枚切れんだっけ。だとしたらこれ雇用で切りたいな、もし切れたら。待てよ。スズメ、待て、これさえ切れんだっけ。なんだこれ。自分から一定のダメージを与えたな。本当にできるとは思ってなかった。なるほど、そういう耐えのやつなんだ。マジかよ。あーで、カメムシ入れて、で、上割り、上割り強いけどな。モグラ来た。リスにしようか。はい、働きあり。いやー、働きありやばい。よし、倒す。いや、杖来ようってマジで。あー、どうしようかな。リスだな。で、出す。よし、これは引く。うわ、ヒメコンドルかよ。攻撃はできないもんね、俺に。なんだそれ。わお、最高。畜生、
俺のロバが。なんかロバあった。あ、なんか下にあったのか。これ引くべきだよ。こっちリス行こう。こうでカラス出すか。ダブルでカラス。コヨーテいけんじゃない。コヨーテいけんな。これも勝ったでしょ。ほぼ負けないんじゃないか。やばいかもな。あー待ってよ、リス行こう。リスだしの裏だしの終わりか。勝った。あー2回か。これが楽勝だと思っていなければいいか。あんたのカードには金がある。え、なにそれ。は、は、金か。は、金だ。金を出してやったぜ。炭鉱者だからってこと。いやめちゃくちゃじゃないそれ。やられたわそれは。これリス引いた方がいいね。どうしたらいいのこれ。出せんのか。カードは出せない。え、は、そのカード出せれば仕事来ない。え、これ何スキップ。え、スキップするか。え、最悪じゃんこれ。掘られるってこと。やってやる。やーべえ。待てよ、これ8枚ない。出せる、神ってる。待てよ、ちょっと待って、その前にリス出して。まあでもこれでもいいか。おぼさんもいけるね。よし、じゃあ掘らせないといけないのか。ある意味ではこれいけんじゃないか。やば、まずいな、負けるかもな。うわ終わった、やばい。え、負けた。くっそ、今リスだったか。もっと金だ。マジか、負けんのか今の。うわ悔しい。黄色い死のカードが美しい。だが細胞を作り込んだ方がいいな。コスト引き継がれる。うん、これ何なんだろうねこのカード結局。コストは働きゃいいのがいいね。よし、女王割りのがいいんじゃないか。シンプルに攻撃がゼロなの女王割り。え、嘘でしょ。あれゼロだったのあいつ。印は姫コンドルにしようか。名前ポッキーだよ俺は。え、悔しい、今の負けんのか。どんなイカドにもポテトがある。うん、さらばだ。こんな暗いとこでよく撮るよ本当に毎回。うわ悔しいな、今の。だから倒してたらなんか1ステージ目いけてたってことか。お、なんだ。え、やっぱ負けイベだったのか。お、キッコロみたいなのがいたね今。なんだ、ヒントだ、ヒントだ。うわー、1212312311OK。 えっ、おう、新しい挑戦者か。なんだ。ああ、クルエル炭鉱者に倒されたものだ。彼は黄金の前に立ちはだかるものを全て許さない。ああ、カメムシが入り込んでいる。だが配ってしまった以上外すことはかなわぬ。ちょっと待てよ、今のヒント見に行った方がいいな。てかなんかやっぱ進んではいるね。負けることで進んではいるな。待てよ、123、これでも3だったな。で下だった、いつもこれじゃない。違うわ違った、こっちは。あ、3ないの。え、なんだあれ、さっきのヒントじゃないのか。いや、わかんない。あー、これ違うね。1、さっきのだとこれが正しくなかった。1回下だったっけ。あ、下がんない。231だった気がするんだけどな。でも0だね。あ、3になった。おー、来た。檻の中の狼、興味深い。いや、これ全部開けた方がいいんかな結局。だこれさ、上はもう解かれてるよ、判定なってるよね。あー、なんか解かれてない、まだ。まだ出てくんのカード。毎回出てくんのかなカード、もしかして。1列、あ、何も入ってないじゃん、しかもやっぱ全部解いてあるからもうあれなんだ、 OK なんだね。2、
じゃもうこれも自力で解くわ。おー来た、いた。なにこれ、木彫り師がこれを与えてくれる。まあでもだいぶゲットしたな、いろいろ。なるほど。こいつの顔見れる？かわいい、なんかちょっと目は。なんで暗闇で目光ってんの？あと奥なんだこれ。これもしかしてポートレート撮ってんのか。たくさん死者がいんのか、もしかして。そういう光？他は何もできなさそう。いやー、ちょっと待てよ。さあここまで戻ってきたぜ。金にされちまうけど、これ狼金にされたの痛いね、結構ね。うん、金になる。リスめっちゃ持ってんな俺、狼。これでも何も出せないもんな。町だね、まずブラッドハウンド。狼倒して牛ガエル来た。これリス出してさ、牛ガエル出そうよ。でこれで狼にする。来た、最強狼。よし、いいぞ。で、これ最後リス引いとくか。一応倒した、いいね。金塊めっちゃ持ってるけど、ロバがこの野郎。オッケー、金塊早く倒してほしいわ。引いとく、リス引いとくか。リスめっちゃ持ってんな俺。これでもさ、オポッサム出してさ倒したらさ、勝ったんじゃないのこれ。あー、まだ出てくるか、鎖蛇。引いとくか一応。黒ヤギ、でも何もできない。攻撃、これ勝ったんじゃないの。勝った、よし、勝ったわ。君の命のろうそくをもう一度灯そう。まだ君を死なせるわけにはいかない。急に優しい。何そう、積んでる。お、ボスを打ち負かす者を見たの久しぶりだ。その褒美として君にレアカード1枚選ぶ機会を与えよう。よく考えてるものだ、レアカード。え、アメーバ、アメーバピグ、形を持たないアメーバ、モールマン、勇敢なモグラ人間。人間がこれ。防御が最強、6だもんね防御。奇妙な存在のことはどう言えばいいか。ロングエルク。え、これレアカードなの。アメーバにかけよう。勝ったー。炭鉱舎のツルハシが鳴らす甲高い音が耳に残りつつも、君は先進んだ。おお、新たな場所行った。ふむ、こっからまた新しいマップなんだ。腐敗物と苔の悪臭が湿った空気に充満していた。前一歩踏み出すごとに滑るような感触があった。君は慎重な足取りで湿地帯へと向かった。なるほど、面白い。このゲームマジで面白いね。雰囲気めっちゃ好きだわ。うわー、でも結構難しかったな。最初の方意味わかんなかったけど、なんとかいけてるね。あとこの顔回るのが超かわいい。